私はこんな町に住んでみたいと思うほど東京に魅了された。でもあらゆる面で先進的な町であるにもかかわらず、エスカレーターだけが遅れているのはなぜなんだろうと私は不思議だったわ。でもあの番組を見て私の疑問は晴れた。アメリカ人女性による日本のエスカレーターにまつわるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、パーソナリティのリコです。今回は、日本は進んだ国なのに。日本のエスカレーターに乗っていたアメリカ人ジャーナリストが世界で唯一の特徴に驚愕、その理由とは？の話題です。海外、日本はいつも住むのに最高な場所に見えてくる。日本はその高い技術力を駆使し、あらゆる面において世界的に進んだ国であると認識されています。海外に行くと、いかに日本の環境が整っていて便利であるかに気づかされますよね。しかし、そんな日本の街中で世界から遅れをとっていると見られているものも存在しています。それはエスカレーターです。日本のエスカレーターは海外のものと比べるとスピードが遅いことで知られていて、この面においては世界から遅れをとっていると見られています。しかし、エスカレーターのスピードが遅いことについては日本なりのある理由が隠されているのです。最近ではアメリカのテレビ番組内で日本を訪れたアメリカ人ジャーナリストの男性が日本のエスカレーターに隠された真実を語り、大きな話題になっています。今回はその番組を見て感銘を受けたというアメリカ人女性に日本のエスカレーターについて語ってもらいましょう。果たして日本のエスカレーターのスピードが遅い理由とは一体どのようなものなのか、またアメリカ人ジャーナリストはテレビ番組でどのようなことを語ったのでしょうか。どうぞぜひ最後までご覧ください。そしてちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。私の名前はダリア、アメリカ人よ。私は最近あるものに非常に興味を持ったわ。そのあるものとはエスカレーター。しかも日本のエスカレーターよ。日本のエスカレーターなんてニッチなものに興味を持っているなんて変わり者だなって思うでしょ。でもアメリカでは最近結構日本のエスカレーターが話題になったのよ。最近テレビで日本のエスカレーターの特殊性について特集が組まれていたの。その番組の内容がとても面白くてね、私は興味深いなって思ったのよ。私がそれを面白いと思ったのは、自分自身が一度日本を訪れて現地のエスカレーターを利用したことがあったから。私は数年前に日本を仕事の都合で訪れた経験があるの。そしてその時、私はエスカレーターを利用して違和感を感じた。なんだか日本のエスカレーターって遅いなって感じたのよ。駅でもデパートでもスーパーでも、どこのエスカレーターを利用してももたもたしていて少しだけストレスになったのを覚えている。日本はとても発展している国で、あらゆる面で進んでいるわ。日本の東京という街はアメリカ人の私が訪れても憧れてしまうような街だった。アメリカは世界一の先進国ではあるけど、大都市以外は割と田舎が多い。だからニューヨークやロサンゼルスのような場所に住んでいる人たち以外は東京に行ったら驚くのではないかしら。小さな島国にこれほど先進的な街があるということに衝撃を受けるはずよ。私はこんな街に住んでみたいと思うほど東京に魅了された。でもあらゆる面で先進的な街であるにもかかわらず、エスカレーターだけが遅れているのはなぜなんだろうと私は不思議だったわ。でもあの番組を見て私の疑問は晴れた。エスカレーターが遅いのは決して日本が遅れているからなのではないということが判明したのよ。番組内ではアメリカ人ジャーナリストの男性が日本でエスカレーターを利用し現地取材を行った内容が語られていたわ。ではその番組内で彼が語った内容を紹介するわね。彼は20年間にわたってニューヨークタイムズとワシントンポストの東京特派員として活動していた。彼は交通手段を
自動車から公共交通機関に変えてからあることに疑問を覚えたというの。日本の地下鉄は世界で最も多くの人が利用することで有名。その中でエスカレーターに乗るために列を作り、片方には立ったまま乗っている人、もう片方は小走りで駆け上がる人がいることに彼は着目した。それなのに乗車時には片側を開けずに列になってご利用くださいとアナウンスされる。その光景を見て彼はなぜエスカレーターの速度を上げないのか疑問に感じたという。そこで彼は日本でも特に路線が多い東京メトロにエスカレーターの速度が遅いことには何か理由があるのか問い合わせたの。するとこのような回答が返ってきたというわ。エスカレーターの速度を上げない理由は技術や電力の問題ではありません。また地下鉄のエスカレーターはたくさんの人を素早く運ぶために設置しているものではなく、全ての人が問題なく安全に移動することができるようにするために設置したものです。若い人たちはスピードに関係なく利用できますが、子供や高齢者、身体的に障害をお持ちの方が利用する際はそうではありません。そういう方たちの安全を守るために現在の速度を保っているのです。確かにエスカレーターの速度を上げることでたくさんの利用者を素早く移動させることは可能だと思います。しかし高齢者の方にとっては現在のスピードでも苦労することは多く、速度を速くすることで怪我などの危険性が増えるリスクがあるため早くはしていません。彼はこの回答をもらうまでは電力を節約するためにエスカレーターの速度を遅くしていると考えていたのだそう。しかしこの話を聞いて速度を遅くするということが正しい措置であると彼は思った。現在は日本だけでなく世界的に高齢化が進んでいる。そのため生活する上であらゆる場面において高齢者に配慮したシステムを設置するべき。スーパーのレジや高速鉄道など早ければ早いほどいいというサービスも当然存在はしている。しかしエスカレーターの速度についてはそうではない。そこまでの大きなメリットはないと言える。エスカレーターを安全に利用してもらうには体を自由に動かすことが難しい人に速度を合わせるべきだ。彼はそう考えるようになったというわ。そして彼は日本滞在中に他にも驚くべき光景を目にする。ある日彼がエスカレーターを利用しようとしていた時、待機している人の中に車椅子に乗っている人がいることに気づいた。車椅子に乗りながらエスカレーターを利用するなんて不可能だろうと彼は思い、心配になってその様子を見ていたという。するとそこに駅員が駆けつけてエスカレーターを何やら操作し始めた。なんと駅員はエスカレーターを車椅子のまま乗れるようにしていたのよ。通常エスカレーターは階段と同じ形状をしている。これを車椅子に対応した形にすると、なんと段差3段分がフラットになって車椅子がそのまま入れるスペースになったという。彼はこの光景を見て心底驚いたのだそうよ。エスカレーターの速度があらゆる人たちに配慮しているということだけでも素晴らしいことなのに、車椅子がそのまま利用できるという配慮までされていることに彼はとても感動した。彼は以前アメリカで足首を怪我した経験を持っているという。当時の彼は普通に歩くことは困難で階段の上り下りも辛いほどだった。少しでも歩く負担をなくすためにエスカレーターを利用した時、とても危険に感じたことがあったのだそう。エスカレーターの乗り降りには少なくとも段差部分に足を踏み入れる動作が必要になる。しかし足を痛めていた彼にはその一歩でさえも難しいものだった。なぜならそれはエスカレーターの速度が速かったから。元をたどればエスカレーターができた理由というのは高齢者や階段の利用が困難な人たちのため。しかし現在のエスカレーターは普通に歩くことができる人に向けて作られている。それ以外の人たちに対しての配慮は一切ないと言ってもいいくらい。しかし日本のエスカレーターは違う。日本のエスカレーターは速度を遅くしたり車椅子のまま乗れる仕様にするなど、発展している技術を全ての人が気持ちよく利用できることに注いでいる。彼はこの光景を見て
改めて日本人の温かさに触れたという。これが番組の内容よ。ジャーナリストの彼も私と同様に日本のエスカレーターが遅いことが気になっていたみたい。でも日本のエスカレーターが遅いのは技術問題や電力を抑えるためではなかった。日本のエスカレーターが遅いのは高齢者や体に障害を持っている人などあらゆる人が安全で快適に移動ができるようにするためだったの。私はこの番組を見てずっと抱いていた疑問が晴れたし、とても感銘を受けた。この番組に注目したのは私だけではなかったわ。アメリカではこの番組は大きな注目を集め話題となった。アメリカのメディアは日本のエスカレーターに注目し、多くの取材が行われるようになったという。それに日本のエスカレーターに関するドキュメンタリーの制作も発表されているわ。私はこの番組を見た後、他のメディアでも日本のエスカレーターに関する情報を見かけた。ちょっとした流行になっているみたい。そして私は日本のエスカレーターの記事などを発見するといつも全部読んだわ。するとテレビで見た情報以外にもいろいろと日本のエスカレーターについての発見があった。ではあの番組以降、私が知った日本のエスカレーターについての話をするわね。日本の地下鉄のエスカレーターは利用者数が同等の他の国と比べてかなり遅い速度で動いているのだそう。また建築基準法でエスカレーターの角度に応じて上限速度が定められている。0度から8度は分速50メートル以下、9度から30度は分速40メートル以下、31度から35度は分速30メートル以下と3段階で細かく決まっているの。日本エスカレーター協会というところによると、地下鉄やショッピングモールなど一般的に多く設置されているエスカレーターの平均速度は分速30メートルだという。そして利用者が増えるラッシュの時間だけ分速40メートル程度に速度を上げるケースがあるみたい。特に速度が遅いことで有名なのは東京の巣鴨駅のエスカレーター。この駅のエスカレーターは分速25メートルで運行しているという。これは巣鴨駅には商店街があり、多くの高齢者が利用するからという理由からなのだそう。高齢者への配慮から巣鴨駅では遅い速度でエスカレーターを運行させているの。ちなみに分速25メートルと30メートルの差は20代から50代の人にとっては感じることは難しいのだそう。しかし高齢者の中には速度への反応が低下している人がいるため、この少しの速度の違いが大きな違いとして感じられる場合もあるというわ。マサチューセッツ工科大学の機械工学部の教授であるデイビッド・ローズ氏はこう語っている。高齢者の事故率を減らすためには1分あたりわずか5メートルの違いでも決定的な影響があるかもしれない。やはり日本のエスカレーターの配慮は意味があることのようだわ。日本のエスカレーターが遅い理由は、速い速度に対応することが難しい高齢者や子供や体に障害を持っている人たちが安全に乗り降りできるようにするため。しかし海外からやってきた私たちにはそれは遅いと感じてしまう。では日本と比較するために世界のエスカレーターの速度を紹介するわね。シンガポールは分速45メートル程度で運行されている。日本と比べるとかなり速いわね。この速さはシンガポールの国民性が関係していると言われている。シンガポールの国民性はキアスと呼ばれ、これは負けるのが嫌い、相手に劣りたくないといった意味がある。そしてシンガポールに住んでいる人の中には競争心が強い人が多いらしいわ。さらに無駄なことを嫌う性格で合理的で効率性を重視する。何事もスピーディーに進めることを好むことから、その性格がエスカレーターの速度にも反映されているのでしょうね。それよりもさらに速いのがモスクワのエスカレーター。速度はなんと分速60メートル、日本の2倍程度よ。これはモスクワの中心地の地下鉄の駅が地中のかなり深い部分に設置されていることが影響しているのだそう。
地下鉄のホームにつながるエスカレーターは126メートルという長さで、到着までに3分もかかるのだとか。しかも改札からホームまでの移動手段がエスカレーターしかない。そうなると駅構内の混雑を緩和するためには、エスカレーターの速度を上げてスムーズに人々が移動できるようにしないといけない。これがモスクワのエスカレーターが速い理由。他にはロンドンや香港では分速45メートルで、こちらも日本よりもかなり速い速度でエスカレーターを運行させているわね。そして世界的にスタンダードな考え方として、エスカレーターの速度が速くなると歩いたり走ったりする必要が少なくなるため、むしろ事故が減るというのもある。しかし日本の事情を知ると、それは間違いではないかと思うわね。私たちのように何の苦労もなくエスカレーターに乗れる人間は、どんな速度でも事故なんてほとんど起こさないと思う。事故を起こしてしまうのはやはり高齢者や障害を持っている人や小さな子供、そういった人に合わせるなら日本のように速度を遅くした方がいいと思うわ。ちなみに日本で一番遅いと言われているエスカレーターは千葉県の柏駅のエスカレーター。利用者によると、歩くスピードよりも遅く動いているように感じるとのこと。かなり遅いみたいね。ほとんどの利用者は歩いて上がっているみたい。この速度について柏駅の関係者はこう語っている。バリアフリーを意識しており、身体的な障害を持っている方や車椅子を利用している方が乗りやすいように設計しました。また実際に車椅子を利用している方に立ち会ってもらい、安全だと思っていただけるスピードにしました。実際に車椅子を利用している人に意見を聞いて速度を決めるなんて素晴らしいわ。私は柏駅のエスカレーターの話を知った時、本当に感動した。表面的な部分しか見えていなかった日本を訪れた当時の私からすれば、日本の速度が遅いエスカレーターは少々ストレスを感じるものだった。これだけ進んだ国なのに、なんでエスカレーターだけは質が低いのだろうと思っていた。でもそんな考えは大きな間違いだった。エスカレーターは何が一番大事なのか、私はそのことが分かっていなかったの。エスカレーターは安全に人々を目的地に運ぶこと。そもそも私たちのような人間は階段を使えばいいはずなの。階段を登るのが大変な人や、あまりに移動距離が長い場合に利用すべきもの。あくまでエスカレーターは階段が利用できない場合の補助であるはず。でも現代ではエスカレーターが日常に溶け込んでしまっているから、私たちはひどい勘違いをしてしまっているのかもしれない。日本から学ぶべきことは本当に多いわ。このエスカレーターに関する事実を知って、私はそれを思い知らされた。以上がエピソードの概要です。この話題に海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。日本は常に次のレベルに進んでいるな。日本では駅にハンディキャップを負っている人を助ける職員がいて、電車に乗れるように手伝ってくれるんだよ。そして望むなら駅の構内をエスコートしてくれるんだ。日本は気遣いの国。日本は自分が行った中で唯一、目が見えない人用のデコボコした床がそこら中にある国だったよ。日本のエスカレーターが遅い理由が分かってすっきりしたよ。そして感動した。日本は素晴らしい国だね。日本は3000年の未来に生きているな。日本はいつも住むのに最高な場所に見えてくるよ。これはアメリカだとうまくいかないな。みんな遅いって怒り狂うよ。日本のエスカレーターは場所によっても速度が違うよ。デパート、病院は遅いかな。駅などでは通勤用にこのエスカレーターは速度が速くなっておりますのアナウンスが入っている場所もあるよね。日本のように高齢者が多い場合、顧客の大多数に対応するのは経済的に理にかなってる。そして日本人が礼儀正しく丁寧である理由なのさ。
私はエスカレーターを使うことがめったにないですね。階段を使います。でも日本のエスカレーターには乗りたくなったわ。だってそこには愛があるんだもの。日本はとにかくエスカレーターのスピードが遅いよね。お年寄りや小さな子連れの方には安心して乗ることができるといういい面があるけど、最初は少しじれったく感じたな。でも今は慣れたから問題はない。日本のエスカレーターは車椅子ユーザーフレンドリーだ。こういうところが日本なんだよ。以上が海外の反応です。日本のエスカレーターは同規模の国と比較したとき、その運行速度はかなり遅いようです。このことについて疑問に思ったりストレスを感じる人が少なからずいるといいます。しかし日本のエスカレーターの速度が遅いのには、高齢者や体が不自由な人が事故を起こさないようにするための配慮が隠されているのです。エスカレーターは様々な人が乗降するものです。誰もが安全に利用するためにエスカレーターの安全対策に対する取り組みが増え、安全への意識を強くしていくことは素晴らしいですよね。速い乗り物は便利ですが、必ずしも速いばかりがいいということではないのですね。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか。ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。では今回はこの辺で、リコがお届けいたしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。